さあ後半戦。74で折り返せたからちょっと安心ねーだが油断は禁物だぞ。できるかなドッスンドッスンメインのコースなのか。さてやっていこう。あ、早速ドッスンがいるわね。なるほど、スピンジャンプを使って進んでいくのかな。でなんかクッパの炎もあるみたいだが。早速お出ましじゃないか。これは、上に行けばいいのかな。なんか現れてる。なんだよこれは。あれ先に進める道がないわよ。ちょっともしかして閉じ込められた。ここが罠だとすると、もしかして、クッパの横の土管に入る。マジかよ。そこ以外に道はなさそうだし。仮にそこだとしてもどうやって入るんだ。そうだな、クッパに一度出てもらってその隙に入る感じ。ちょ、でも一方通行でこっちに来れてないわよ。クッパの高さが2マスだから通れると思ったんだけど。上のスターを取ったとしても結局戻れないしな。あれちょっと待って、もしかして今行けるんじゃない。ああ確かにクッパが下がりきってるから土管の前が空いてるんだぜ。なるほど、それは盲点だった。あと焦って入れなかった。まあでも、行き方が分かってよかったわね。さあクッパが下がったところを。よし入った。さあここは、ちょっと下が見えなくて怖い。よかった、普通に足場があった。ここは大ジャンプ？いや、どうやら下にドッスンがいるみたいだぜ。ちょ、上から何か降ってこないか心配だよ。お金が降ってきてくれたら万々歳ね。それはお前だけだろ。それよりここは、てクッパが？あ、お早いお帰りで。今のは冷静に判断できてよかった。このバネはどうする？この先で使うだろうから持っていくよ。さっきみたいにクッパが落ちてくるかもだから注意しないとね。少し慎重に行こうか。お、土管を発見。あ、ここに出たのか。このバネはいつ使うのかしら。もうちょっと先まで持っていくよ。あと親方、空からクッパが。誰が親方で。これは1がラッキーだったな。無視して先まで進もう。どこまで続くのかしら。ひたすら前に進むしかないね。最悪空から降ってくるやつ2バネでガードだな。それは有効かも。あれもゴールか。あ、バネはこういう風に。シャーゴールだー。バネでゴールてっぺんを取るってことだったのか。おかげで3アップできたよ。取れなかったら2アップだったもんね。このままテンポよく行きたいね。